5月9日は、グレゴリオ歴で年始から129日目にあたり、年末までは、あと236日ある。米国戦争、レサカデラ・パルマの戦いオーストラリア国会議事堂、春光工学実験探査機ハヤブサ打ち上げ源の、頼朝誕生奴隷制度廃止運動家、ジョン・ブラウン誕生明治天皇の皇后、小健皇太后誕生彫刻家フランスはポンポン、誕生。 画像は、白熊、ピーター・パンの作者、ジェームス・マシュー・バリー誕生。サッカーリチャード・アダムス。代表作、ウォーター・シップ・ダウンのウサギたち建築家、ホセ・ラファエル・モネオ。画像は、アトーチャイキシンガー・ソングライター、ビリー・ジョイル・ロマン主義詩人、フリードリヒ・ホンシラー・ボツ。ドイツ赤軍の創設者の一人、ウルリケ・マイ・ウンホフ。獄中で自殺、チェチェン共和国初代大統領。 アフマド・カディロフ、暗殺される母の日。1948年5月9日に、日比谷公会堂で母の日大会が開催アイスクリームの日。ありがとうございます。